久保之助です。さあ本日は、開封動画の方をね、やっていきたいと思います。でね、初めてねこういう開封系やるんで、まあ、どういう感じの流れでやっていいとかねあんま分かんないんだけど、まあ、自己流でやっていくわって感じでやっていきます。でね、このツイステっていうね、ゲームがあるんですけど、まあ、急だけどね話が、こちら、そのゲームのウェハースがね診断出た、ウェハース3だっけな、出たんで今回ねこれを一箱ね、買ったんでやっていきたいと思います。とりあえず一箱あればまあ楽しめるんじゃないかなって感じですね。でね、ツイステお前やったことあるのかっていう言うと、俺一応ね完走して結構やってるんですよ。でね、なんか楽しくてね、ストーリーとかがすごく面白くてやっちゃいますね。ぜひよかったらね、ツイステのフレンドの ID、説明欄に載っけとくんで、申請の方お願いします。よし、やっていこう。まあ初心者でもね、上級者でもどちらでもいいんですけど、とりあえずね、今回の狙いみたいなのをちょっと立てた方がいいよね、なんとなくだけど。でね、これね、あの上からの目線だから、こういう風に開けたらめっちゃ変な感じになるんだよね、絵柄的に。なんでこういう風に開けないといけないの、それがねちょっと至難の技なんだけど、こんな感じですね、パッケージ、あんまりね俺尺稼ぎたくないんで、まあ、そこ開けていきますけど、27種類あるみたいですね。じゃあやっていこうか。とりあえず開けていこう。俺のこのハサミでね開けていきたいと思います。行きましょう。こう開けたらいいんだよね。これさ、カード切っちゃいそうで怖いんだけど、行きまーす。はい、ドン。そうか、これゴミ出るんだったそれを考慮してなかった。こうどう開けたらいいんだろう。こう開けようか。カード入ってる。あ、待って、あ、こういう感じか。台座がしっかりあって。じゃあ行くよ。ドン。おー、ちょっと待って。え、めっちゃキラキラしてる。ちょっと自分で見ていい？おー、すげえ。え、待って。デイビスって子が来たよ。来た。これ今回さ、あれがないんだよね。シークレットがないみたいです。説明がこんな感じで書いてあるみたいです。はい。所定はデイビスらしいです。めっちゃ反射してんな。はい。だいたいね、7分から、7分弱ぐらいの動画にしたいと思ってます。とりあえず置いていくか。はい。次2回目やっていきます。2発目。なんか台座みたいなの入ってたから後で見ようかな。ドン。あ、なんかうまく切れなかった。大丈夫かな。じゃあもう1回やっていきます。さあ、2発目。かぶんないでほしい、とりあえず。で、今回の狙いが、さっき言ったっけ？リドル君とイデア君と、あと誰かな？まあ、その辺狙っていきたい。はい。おっと来たぞ。ジョン、イケメソ来たよ、イケメソ。シルバー君が来ましたね。これ、光り方同じなのかな？はい、こんな感じです。ちょっとアングルクソだったけど。はい。あー、めっちゃ光ってんな。すごいな、これ。わかるかな？結構いい輝きしてんのよ。で、裏面がこんな感じ。よっしゃー、3発目いくぞ。もうガンガン開けていこう、ガンガン。だってあと20個あるんでしょ、これ。このペースでやってたら。結構長い動画になるよね。いくよ。せーの、はい。あ、待って。おー、来た来たよ、ちょっと待って。この子かっこいいんだよね。デュースくん来た。かっこいい。てか、被ってないのいいな。完璧じゃん。青髪のね。めちゃめちゃ男の子だって憧れるんじゃないかな。めっちゃかっこいいね。ハーツラビル来た。はい、次4発目いきまーす。そろそろね、イデア君あたり来てほしいな。そうなんだ、ね、さっきも言ったけど、シークレットがないんだよね、今回。だからちょっとそこの楽しみはないよね。シークレットが出るっていう。はい。わ、来た。ちょっと待って、すごいな。トレイ君来たね。え、かぶりなし？今んとこ。まあ、27種類だから、まだかぶんないとは思うけど、被る確率低いと思うけど、いい感じの流れ来てるね。さあ、5発目いきます。やばい、もう7分経ちそうなんだけど。やっていく。あ、すげえ変な開け方しちゃった。はい。真ん中ら辺で開けた方がいいよね。見やすいよね、こっちのが。いきまーす。さあ、来るか。あっかっとー。おー、来た。フロイドくんだっけ。あ、ミスった。ごめんなさい、ミスりました。はい。ちょっとね、あれなんですよ。マイク越しでちょっと分かりづらかった。さあ、6箱目いきます。特にね、俺ね、出たからって言って発狂とかはしないんだけどね。え、待って、これさ、もしかしてさ、あ、でも被るって
ってこともあるのか、ウェハースだから。なんか一箱買ったら全部揃うみたいなのあるかなと思ったんだけど、そういえばこれ27種類あるから絶対揃わないんだよね全部は。いきます。はい、おー、来た。これでこそフロイドくんです。本当のフロイドくん、これすごいね。ジェイドからのフロイド来た。おい、完璧。合ってるよね。あ、合ってる合ってる。よかったよかった。来たー。これ今回あれだね、なんだっけ、実験系のやつだよね。すごいねこれイラスト、いいよね。なんか線が細いっていうのかな。完璧です。はい、7箱目いきます。真ん中ら辺がちょっとよくわからないんだけど、俺の画面越しから言ったら。いきます。被らないでほしい。さあ、うわ、すごい、すごい、来た、エペルくん来たー。いいよね、やっぱこの実験系もなかなかいいね。なんか俺ね、1に買おうか迷ったんだけど、1はね、なんか普通の、なんていうの、何もないノーマルなイラストなんだけど、そっちにしようかなと思ったんだけど、普通にいいね、こっちの実験系のやつも。やばい、そろそろちょっと推しっていうか欲しいな。推しが欲しい。さあ、来るか。あ、ここに表紙に載ってるカリムくんもかっこいいんだよね。結構、え、待って、表紙のキャラ誰も当たってないんじゃない？これワンチャン。これワンチャン誰も当たってない説。出てるよ。だから結構いるのかもしんないね。さあ、あ、かぶりなしは完璧ですね。セベクくんです。緑髪ですよ、緑髪。説明も後で読もうかな。はい、こんな感じのイラストになってます。見てますね、試験管を。試験管をじっくり見てます。やばいな、これ。このペースでいったらマジで10分超えるかもしんない。ごめん。これね、俺7分弱にしようと思ったんだけど、無理かもしんない。いきます。はい。あ、ちょっと待って。かぶってない。え、どうだっけ、ちょっと見ていい、かぶってないのか、かぶってない。やったー。かぶりなしはいいね。ビルくんですね。なんかこの前なんか、ハロウィンのイベント来てたよね。あのビルくんめちゃくちゃかっこよかった。はい。なんかね、ここら辺光反射するんだよ、これ。めっちゃ光反射するんだよね。はい、裏面がこんな感じ。おー、いい感じですね、かなり。はい、10袋目。来た、折り返しですね、今のところ。折り返しだ。来たぞー。とりあえず、そうだね。まだ来てないからね、あの二人が。あの二方が。もうでも髪色がすごい特徴的だから、来た瞬間わかると思うんだよね。いきまーす。はい。あ、かっけえ。え、マジでかっけえんだけど。レオナくんですね。めっちゃかっこよくないこれ。すげえかっこいいな。ライオンですよ、ライオン。ライオンはマジで、もうだってライオンがかっこいい、よくないわけないじゃん。完璧ですね。すごいな、この、なんかさ、ライオンってさ、戦うイメージ強いけどさ、これ、実験系っていうこのギャップね。決まってる。さあ、11いきまーす。いや、すごいね、これ。全然被ってない。そろそろ被ってもおかしくないんですよね。大丈夫かな？こっから怖いんだよね。そう、かぶりループが来るから、こっからが怖いっていうね。もうね、ウェハースのね、開封とか、個人的に結構するんですけど、動画にするのは初めてなんで、結構ね、ウェハースきついのを知ってるんですよ。おー、あ、待って待って。え？来た来た来た。サバナクロー2連続来た。ジェイドとフロイドの流れですね。完璧やん。完璧やん。宮川さん出たわ。おー、すげえ。このさ、なびいてるのいいね、これ。服がパーンってなびいてるの。すごい、この手も好きなんだけど。このさ、この手好きな人いるんじゃない？はい、何袋目かわからないけどやっていきます。よし。大丈夫かな？来るかな？そろそろ。そろそろ来てほしいよ。せーの。はい。お、あ、待って、あ、来た！リドルくんですよ、これが。これね、ついつい知らない方、ぜひね、捉えておいてください。めっちゃ人気キャラですね。いや、すごいよ、これ。来たよ、とうとう、リドルくん。かっけえ。初ラビリュー寮ですよ、初ラビリュー寮。めっちゃ言いづらいんですけど。完璧。すげえ、これはちょっと、なんか思った以上にいいね。これ流れ来てるんで、このままね、イデア君を出していきたいと思います。もういけんじゃないかな、ワンチャン。だってすごい流れ来てるよ。さあ、行くか？せーの、はい。あ、ルーク君来た。この子ね、あれなのよ。ゲーム内でね、すごく強いんですよね。SR なんだけど、
あの木属性だっていうのかな、木属性っていうのかな、あれ2つ持っててすごくいいんですよね。万能なキャラ。はい、14箱目いきます。さあ、あ、ちなみにね、リドル君ここに飾りました。一番ね欲しかったやつなんで。さあ行きます。14ですね。はい、あ、カリム君だ。え、待って、すごくない？この引き完璧なんだけど。この子も SR なんだけど、めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃいいキャラ。え、カリム君かっこいいんだよな、マジでね。最初ね、この子にしようと思ったんだよね。なんか持ってる、これジャガイモ？ジャガイモ持ってんのかな？ジャガイモ持ってんのかな？はい、来ました。めっちゃいいこれ。はい、15箱目いきます。やばいな、時間結構迫ってきてるな。もう7分とか3倍ぐらいかかるんじゃない？ 7 分のやばいかもしんない、動画時間。ちょっとごめんね、なんか7分で収めるとか言ったけど、めっちゃ時間かかったわ。さあ、せーの、はい。お、待って待って待って、ええ来んの？え、待って待って待って、サムだって。サム、あのイベントのさ、イベントのキャラクターだよね、サムって。あ、この子も含まれるんだ。あ、待って、びっくりした、こんな子いたっけと思って。え、マジか。え、めっちゃ当たりじゃないこれ、何気に。サム好きの人にはたまらないんじゃないかな。はい、次15、折り返しじゃないわ、あとちょっとだね。あと呼ぶ位置、さあ来るかな。イデア君欲しいな、マジで。イデア君のね、あのかっこいいから欲しいんだよね。さあ来るかな、ドン。うわ、やば、ちょっと待って、引きやばくないこれ。アズール君ですよ、めっちゃ人気キャラですよ、この子も。まあ全員人気キャラなんだけどさ、ツイステのキャラ。はい、来ました。よし、もうね、終わりが近づいてきてるんですけど、やっていきますよ。最後も全部開封していきます。ちなみにこれ表紙のキャラクターね、イデア君とマレウス君以外来てるね。だからマレウス君とイデア君出たらもう完璧かもしんない。表紙のキャラクターもう全揃いだから、とりあえずそれ狙っていくか。はい、うわ、待って、こっちか。なるほどな、なるほど、なるほど、来たね、オルト君。ちょっと見ていい？いや、すごいね、この炎のところ見て、これ背景と同じようなキラキラ具合になってる。いいね、ちょっと近くでやろうか。いい感じじゃん、だいぶ。はい、裏面こんな感じ。はい、17袋目いきます。もしかしたらこれあれなのかな、一箱買ったらかぶりはないのかな、かぶりはないっていうような、あのあれになってんのかな、内容に。なんかそんな気もするな。はい、あ、そうだよね、なんかマルウス君来たもん。来たー、やばいな、角生えてる、やっぱかっこいいな。はい、もう基本俺かっこいいなとかしか言わないんだけどさ、あんまりね、あのツイステのキャラクターは具体的なことを言いすぎると良くないかなっていうのがあって、単調な言葉で。もうドラゴンはやばいよ、男性の憧れでしょ、ドラゴンは完璧。はい、残り2つになりました。でね、あのね、今ね開封してて思うんだけど、ウェハースのね粉がめっちゃねここら辺に飛び散るから、結構お掃除が大変かもしんない。ちょっと集めとかないとな。よし、行きます。18じゃない、19か。いや、もう終わりだな、結構長かったな、個人的には。短いかと思いきや長かったわ。さあ行きます。はい、お、来たー、ちょっと来たぞこれ、イデア君。うわ、神ってるな、これ。わかる、この光、神ってない？もうここの反射意味わかんないぐらい光ってるけど、やば。ちょ、説明も後で読もう、マジで全部読むわ。うわー、完璧じゃん。じゃあラストやっていきます。ちょっと最後に何が出てないか見ていい？リドルくん来たでしょ、エペルくんも来て、あれかな、あの子来てないかもしんない、ケイトくんとか来てないかもしんない。大人気キャラケイトくん来てないから、ちょっとその子狙いでいくわ、揺れ収まってから。さあラストはケイトくん狙いでやっていきます。来るかな、でもこの流れで来る可能性あるよね、全然十分あるよね。さあ来るか。はい、ああ、こっちね、ジャックくんじゃない、ジャックくんだよね、めっちゃ使ってますゲーム内で。 SSR のジャックくんめちゃくちゃ使ってます。
いいね。あ、サバナクロー来たね。ラストは。はい、最後に出たキャラクターを置いていきます。まずこちらですね。そしてこんな感じです。いや、被りなかったのは本当に嬉しい。けどね、一つ最後に言わせてほしいんだけど、この大量のウェハースどうしたらいいんだ。